エコカードを持って近づくと案内サインがあることを知らせる音声案内が始まります。ここはアクト通りロータリー南音声案内版です。音声と食地図でご案内しております。なお、この音声に向かって正面方向は南です。目的地のボタンを押すと音声で道順の案内が流れます。ここはアクト通り、アクトシティはこの音声に向かって正面方向に500メートル進んだ正面です。また展示イベントホールはそこから左へ140メートル進んだ先の信号機のある交差点を渡ったところです。案内板には凹凸と展示があり、触って地図と施設名を知ることができます。ピクトグラムや多言語表記で様々な方が利用できるようになっています。また車椅子の人も利用しやすいよう高さや形状が考えられています。